ではホームチーム福島のラインナップです。ゴールを守るのが山本海斗、幸江、川西誠、堂花の3センターバックです。右ワイドに田中康介、左ワイドに北村、ボランチはキャプテンの諸岡と、そして特別指定選手の阿波野という前節と同じコンビになります。最前列に4得点の高橋、そして延べ森が支える 3-4-2-1 の布陣です。アウェーチームいわき FC の今日のラインナップです。ゴールを守るのがルーキーキーパーの鹿野、佐賀、家泉、星京満、日高の最終ラインです。ダブルボランチは山下、宮本の不動のコンビ、右ワイド岩渕、左ワイドルーキーの永井、そして2トップ、前節ゴールがあった鈴木と、今シーズン初先発となります谷村海奈という 4-4-2 の布陣を予想しています。星の持ち出し、そしてまたここも間髪入れず長いボール、背後を取りに行く谷村、折り返す鈴木が来る、スルーからシュートまで行く、こぼれ球、旗が上がっています。ゴール前絡んでいった岩渕です。佐賀です。中央に通す宮本、真ん中通した谷村、谷村が打っていく、抜き切らず狭い局面、シュートまで持ち込みました。高い位置で拾い直して北村、中央を通して阿波野、阿波野右足、積極的に狙っていきました。北村から浮かせて高橋が待っていた、早いタイミングでのクロス、最後は高橋純也でした。左足のキック精度に自信の北村から最後高橋、いい位置で受けて、さあ左展開、森コーター、森が行く、中延べ、森が行く、森の右足抜き切らず最後シュート、森が運んでプレッシャーがそこまで来ない中でシュートまで持ち込んでいきました。鈴木翔太がじりっと寄せていきます。北村中央に通す、仕掛けていく、アウトにかける、森コーター、折り返す高橋俊也、こぼれて田中康介、ナイスキーパー、そしてブロック、福島が傘にかかりました。ただしのいだ岩木 FC、 キーパーの鹿野です。リアリティのあるキックフェイント、ただここから高橋抜けていく、高橋が行く、1対1、家泉対応、見事な対応です。家泉ちょっとただボールが足につかない、拾い直し、森コーター、森が行く、森の左足、ここも鹿野が立ちはだかります。もう一度森、足を止めたところから3人で囲む、いわき、森が折り返しますがコーナーキック、宮本、中央寄りには伊藤、さあ宮本が行く、伊藤に預けた、伊藤龍馬、ナイスキーパー山本、宮本が運んでいって絞った位置引きつけて、最後伊藤龍馬、山本海斗です。前節も苦境のチームを救うビッグセーブがいくつもありました。ファーサイドよりヘディングシュートだー、均衡を破れました福島ダービー、有田です。いわき FC 先制点、山下のボール、ドンピシャリ有田、ファーサイド福島は諸岡がついていたようにも見えましたが、うまく前を取って、先ほどファインセーブの山本の手をかすめてゴールイン。さて高い位置で奪った、スルーパスは田中でカット、拾う、反転、有田の右足、正面です。アディショナルタイム1分経過、幸江通してきた、天野からシュートまでいくか、諸岡、最後足を出しました宮本、スペース出てきましたが、先に触っていたのは宮本です。田村が巻いてくる、中央に置いてきた、こぼれるか、跳ね返していく、諸岡で拾った、
前向けるか。ただかなりしつこいプレッシャー。ゲームが終わりました。明治安田生命 J3 リーグの第8節、福島ユナイテッド FC 対いわき FC、 上位で迎えた J リーグ初開催の福島ダービー、アウェーチームいわきがこの初開催の福島ダービー勝利を飾りました。